はい、皆様ごきげんよう、てるてる百貨店になります。ですね、今日買ってきたのはこちらですね。コンビニさんの方で買ってきました。何かというと、こちらキッピスの、タンブラーになります。はい、こういったタンブラーですね。で、ですね、こちらは、まあ、例えばのコンビニさんで、こういった、コーヒーが売ってるかと思うんですけど、このコーヒーがすっぽり入る、サイズ感になってます。カップコーヒーがそのまま入りまして、で何が、特徴かというと、ここに書いてありますね。カップコーヒーを入れても直接飲み物を入れても OK と、こうやってですね、カップコーヒーを入れて、入れるとホットアイスどちらも OK ってことなので、あったかいもの冷たいもの両方の、ジュースの、温度を保つことができます。あとですね、こちら真空断熱材になってますので、ここにも書いてある通り直接、飲み物を入れても、保冷が、維持できます。で、あとこれは、まあ多分状況によると思うんですけど6時間ですね、温度をキープしますと書いてあります。まあここに書いてありますけど、4度の飲み物プラス氷を入れて20度の室内に置いた場合6時間美味しい温度を保てますとか、条件があると思いますので、この辺は、条件によって、変わりますという形になってますね。で、商品はグレーとアイボリーがあったんですけど、私はこっちのアイボリーを買ってきました。はい、あとはですね、ちょっとこちらの方にサイズが載ってます。こちら容量的には 450ml まで、対応可能ですね。で、サイズ感的には高さ、120cm、あと飲み口ですね、一番上のこちらの直径が 90mm って書いてありますね。 120mm、90mm って形ですね。はい、こんな感じで、オフィスなんかだと、まあここにですね、直接コンビニの、コンビニさんのジュースを入れて、冷たいものを、保持するといった形ですね。まあ、大体ここに書いてありますね。で、ちょっと開けてみましょうか。よいしょ。はい、中はですね、こんな形でビニールで包まれてますね。で、あとは、説明書ですね。説明書が入ってます。まあ、使い方ですね。で、物自体はこうやってビニールに入ってまして、はい。こちら正面ですかね。まあ、キッピスという形でロゴが入ってます。はい。で、こちら裏側にまた文字が書いてあって、キッピスとロゴが入ってます。で、中は、こんな感じですね。真空断熱材なので、まあよくある中身はですね、こうシルバーの、断熱の素材になってます。まあ結構中はあれですね、飲み物入れてこう飲んでても、なんかそんなに汚れなそうな、底の形状になってますかね。はい、でちょっと私はですね、まあ、ちょっと買い物行ってから時間経っちゃったので、コンビニのちょっとジュースないので、今冷蔵庫探したらすいません、こんな、マウントレーニアのジュースがあったので、これ240ミリですかね、240ミリのジュースがありました。ほぼ大きさ全く一緒なので、入るかなって形でちょっとやってみましょうか。はい、ぴったり入りましたね。はい、はい、ぴったり入りました。こんな形で、使い方をすれば飲み物の冷たいのが維持できますといった使い方の例になってます。はい、ぴったりですね。まあコンビニさんの、まあ、コーヒーとはちょっと違うんですけど、まあ、大体こんな形で、はい、すっぽり入りましたと言った例になってます。はい、これ冷たいの、あったかいの両方維持ができますので、
それは使い方次第で、どっちでも、維持ができますと。まああれですね、まあ、これ冷たいんですけど、まあ、それがこの中に入れておけば維持ができますといった形になってます。はい、ちょっと短いですが以上となります。まあ、こちらの、商品の、サイズであったりとか、仕様であったりっていうのは概要欄の方に載せておきますので参考にしていただければと思います。まあ、結構ですねタンブラーいっぱいいろいろあるんですけど、直接物も入れることも、飲み物入れることもできるし、あとはさっき言ったこういうコンビニのですねカップも直接入れることができる、あとはこういう市販のジュースも直接入れて、保冷が、冷たいもの温かいものが維持できるといったところは、いいのかなと。あとキッピスなのでちょっと、ブランドロゴに惹かれて買ってしまいましたといったご紹介になります。はい、ですねこちらの動画、よければグッドボタンよろしくお願いします。でまたですね、こんな形でまあちょっと中身箱に入っちゃってるんで実際どんなもんだろうっていうのを、軽く動画でご紹介させていただければと思いますので、引き続きご視聴よろしくお願いします。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。またですねちょっと来週再来週は雑誌の付録結構いいものも出てきますのでその辺も紹介していきたいと思います。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店でした。バイバイ。